本の皆さん、どうもこんにちは。名古屋弁でジャズギター講座の時間帯でやってこみゃ。ということで今日も早速やっていきましょう。はい、今日は何をやるかというと、そうです。インクレディブルジャズギタリスト、ウェス・モンゴメリー、ウェス・フレーズをやっていきましょう。偉大なジャズギタリスト、ウェス・モンゴメリーのやっていることを追求して、彼の考え方、フレーズなどをよりより深く知っていこう。そんなコーナーとなっております。こんな人におすすめです。セッションに行った時に練習した2-5 がなかなか出てこーせん。または、2-5 フレーズの練習の仕方がわからん。または、もっと引き出しを増やしたい。または、もっとウェス・モンゴメリーのフレーズが知りたいよ。ふとした時に、糸魚城をやっている自分の顔を見て笑ってしまう。そんな人におすすめの動画となっております。今日のフレーズはですね、ドージーという曲の中から選びました。はい。コード進行はですね、コンファメーションのそのまんまなんですけども、またまた面白いメロディーになっていますので、まだ聴いていない方はぜひぜひ聴いてみてください。で、このフレーズ、ウエスがね、もう思いっきりビバップのフレーズのラインを弾いとるもんで、どれも面白い。で、爽やかですごいいいフレーズなので、ぜひぜひ覚えていってください。それでは最初に言っておきます。フレーズを練習する上での3つのポイント。コードポジション、コード、トーン、スケール。これら3つをどうやって使っていくか。それはギターを弾きながら解説で一緒にやっていきましょう。はい、ということで今日のフレーズ見てください。どうぞ。はい、いかがでしょうかね。すごいビバップラインなんですよ。どこがビバップラインかっていうのはね、まあゆっくりやっていきましょうよ。うん。フレーズを練習する前にやってほしい準備段階としてやってほしいことがあります。なんだそれはたわけかと。うん。それはですね、コード進行を必ず弾いてください。これをやるのとやらないのでは、後の上達がすごい違ってきます。で、このスケールがですね、ジャムセッションで一番使う技術と言っても過言ではありません。こちら細かく興味があるよという方はね、僕が他に前アップロードしたフレーズの練習の仕方というのがあるね、そちらを見ていただければと思います。こちらではすごい簡単に説明していきますので、こちらの動画終わってからで構いません。で、コード進行を弾くのがなんで大事かというと、フレーズだけを追っているとですね、他のキーに行った時にすぐ移ることが難しくなってきます。なんでかというと、フレーズとコードを一緒に考えることによって、コードを動かした時に勝手にフレーズもついてくるようになります。うん。信じるか信じないかは、まあ、やめときますけども。なので、必ずコードを頭の中に入れるという作業が大事になってきます。何でもいいです、コード進行は。今日だと B フラットマイナーのキーで、この 2-5C マイナー、F7 のところになってきますので、ここで適当にやってみます。はい、いかがでしょうか。今は余分にやりました。なんでかというと、コンピングなど興味がある方はちょっとこういうのをね、見ていただければと思います。もちろん四つ切りでも構いません。頭の中にコードが入ればというところなので、はい、ということでコードが頭の中に入ったところで今日のフレーズもう一度見てみましょう。ゆっくりになっております。いかがでしょうか。最初見た時よりはもうちょっと全体的に見れてるかなと思います。大変お待たせしました。それでは解説の方行きましょう。先ほど言いました3つのポイントの中でスケールありましたよね。このスケールの中でモードスケールというのが出てきますので、モードスケールまだわからんよたわけという方がいましたら、他に僕が前アップしてますモードスケールについてありますので、こちらを見ていただければと思います。もちろん今この動画では簡単に説明しますので、この動画終わってからで構いません。コードポジションどうやって決めるかというと、フレーズっていっぱいあるよね。うん。みたいな感じでいろんなポジションでありますよね。とりあえず好きなところで決めていいんですけども、今日はとりあえずこの辺でやっていきましょう。なのでこの辺りでということで、となるとこの辺だと Cm というのはこうなりますよね。うん。なのでここのポジションでやっていきましょう。はい、ポジションが決まったので今度コードトーンいきましょう。1357 1357 1と、でスケールこちらドリアンを使っていきます。
となります。それではフレーズやっていきましょう。最初半拍休みになりますので、ワン、ツー、スリー、フォーとなります。ここまでですね。ではこのフレーズどうやって見ているかというのをやっていきましょう。最初ここの音から始まるよね。ここの音はというと、ナインスの音、テンションの音ですね。コードトーンではなくて、スケールの中にある音ですね。うん。コードトーンというのはコードのサウンドを決める重要なものになっております。で、スケールはその間をつなぐものという感じで覚えていただければと思います、ね。で、こっからもう普通にスケール上がってるだけだよね。さっきのドリアンスケールの中ね。で、今度ナインス戻ると、で、今度ここアルペジオを弾くね。うん。で、これはなんだというと、5度、7度、2度という感じでなってます。3度重ねですね。うん。なので覚えやすい。ここコードトーンやってたから、もうこういう感じで見て、最初のナインス、ね、3度重ねでやってるよという感じで見ていけばと。で、なかなかナインス始まりのフレーズっていうのは結構貴重になってますので、これを結構覚えておくといいですよ。1度から始まるとかあるけどね。とかさ、あと3度。あるんだけども。なので、ナインスから。ね。これは結構貴重で。ナインスっていう音は結構ね、コードにするとすごいオシャレな音じゃないですか。ね。なので、このフレーズ自体もオシャレに聞こえてきますね。はい、ということでここで C マイナーの終わりました。で、次は F7 いきましょう。ここまでになります。うん。なのでこのあたりで見ていきましょうとなりますので、こっちのポジション見ていきましょう。形状システムでいう C のポジションですね。うん、まあ、コードにするとこれでもいいんだけどもね。ではコードといきましょう。1357135とこういう感じになりますね。うん。で、スケール、ミキソリディアンやっていきましょう。うん、こうなります。3つのポイントが分かったので、やっていきましょう。不思議な音になってますね。ね、面白いよね。これなんだというと、で、この音が、オーギメントの音なんですよ。で、彼は、オーギメントを下がって、ですけども、ただただ下がるんではなくて、ちょっと最後寄り道をして1度行ってるという感じなんですね。うん。なのでこうすることによって小節が稼げるというかね、うん、間が伸びるというか、うん、そういう使い方もあります。1度を囲んでるだけなので、ここのポジションを見ていけばいいですね。ここのね、うん、ところまでがこの F のところなんだけども、なんとなくもうサウンドが B フラットのトニックのところに近づいてるなっていうところがポイントで、で、ここでちょっと、迷わされやすいんですけど、リズム的にね、どこ行ってるかっていうのは、それはしっかり数えながらやっていけばいいと思います。 1,2,3,4 うん、こういう感じで数えて、惑わされないようにしましょう。音に引き寄せられるって耳がつられちゃうっていうのよくあるのでね、こういうトレーニングにもなりますので、ここはもう僕の中ではもう B フラットのところを見てると思ってるので、なのでここを見てます一応。なのでとりあえず次のトニック行きましょう。トニックどこ見たらいいかっていうと、ポジション的に2つあるんですねってなるので、とりあえずここ見ましょう。予言ルートの B フラットメジャー、僕の場合6これ弾いてますけども、こうメジャー7ならこうしてください。で、コードトーン、1357135となります。で、イオニアメジャースケールやりましょう。ね。ってなります。とりあえず1個のポジションがこっちと。ね。で、もう1個のポジションこっちもやっておきましょう。こうですね。先ほどの F と同じ形状システムの C フォームを見ていきます。で、1357135となります。コードトーンがね。で、スケール、メジャースケール。という感じになります。なので、ここの2つ。またぐ感じですけども、見ていきましょう。で、なので、ここのところは、先ほどの、こっちのポジション見ながら、4度、3度、1度、行ってるんだなと。これ一応 F7 のところなんですけども、ね、ここまで来ましたと。あとは、
ここからが B フラットのところですね。ワン、ツー、こうなってますので、どうやってるかというと、一番最初のところはここ。ナインス B フラットのナインス行って、メジャーセブン行って、一度。ターゲッティングになってる感じですね。なので、ここのルートのところをしっかり見ながら、3連符で135と行きます。コードトーンですね。なので、先ほどやったコードトーン見ていけばいい。で、あとは、ここ、メジャーセブンス。ね、ここを見ていれば、ここのところね、バッチリと。ここまではこっちのポジション見ていきます。で、ここからは半音ずつ行くんですけども、この時にはもうこっちのポジションに僕は目がシフトしてます。ね。7度行って、6度行って、5度行って、4度行って、3度と下がっていくだけですね、スケールをね。こういう感じでやっていけばこの主板もどんどん広がっていきますので。ここを意外とトニックもね、ビバップらしい感じですよね。という感じでフレーズを全部小節ごと、ポジションごとに見ていけば、全然できるかと思います。こういう感じでアナライズしていけば、ロストも少なくなりますので。ということで、一応今日のフレーズはここまでです。で最後に二回し僕がアドリブをやりました。最初僕適当にやったのがあって、で、二番目のこの、今のウエスモンゴメリのフレーズに繋げているので、こういう感じで、ちょっと見てみてください。どうぞ、ドン。いかがでしょうか。まあこんな感じでできたらね、より良いんではないでしょうか。はい、ということでここで安心しとったらあかんよ。これからがまたまた重要なところだね。練習の仕方として、今の3つのポイントを押さえながら1つのポジションでできてるね。うん、ということで違うポジションでやってみてください。 B フラットのキーの2-5でやってみてください。まずはここにあるよね。今こうやってよね。あとはここあるよね。あるね。ここでもやってみましょう。という感じで3つのポイントを見ていけば必ずできるようになりますので、同じように見てみてください。ここでもな、ナインスから始まってと、こういう見方をするか、こっちのポジションを取るか、いろいろやってみてください。はい、ということで他のポジションでも慣れたら違うキーで必ずやってください。はい、同じようにやっていけば全然いい。で、今はどのキーでやったかというと、このD のキーですね。D メジャーなので E マイナー A7 となります。うん、ちょっとなかなかジャズでは弾かないキーなんだけども、いろんなキーで楽しみながらやってみてください。はい、という感じで今日はここまでとなります。こういう感じで楽しく練習をしていただければと思います。やってみれば一見難しそうに見えるけど、単に押したら意外とできるもんでしょ。うん、ね、ウエス・モンゴメリーの弾くこのビバップラインで僕はすごい好きです。うん。セブンスの解決の仕方、トニックのビバップレース。もちろん最初ナインスから始まるっていうところがポイントだよね。で、いろんなところにポイントがあるので、ポイント、ポイント、ポイント、はい、ポイント還元しますという感じで今日はここで終わりたいと思います。ね、ぐちゃぐちゃになっちゃったけども、ね、また次回も他の動画でお会いできることを楽しみにしております。はい、またお会いしましょう。バイバイ。